4月22日月曜日午後5時50分の日本海は右前からそよ風程度の温床が吹いてくるので、一応カメラのマイク分手で追ってます。外してもこんな感じですね。こちら正面からもろに温床がそよ風程度というよりはしっかり吹いてます。一応カメラのマイク分手で追いました。今最大のセットみたいなのがインサイドブレイクしましたが、右の奥では結構入ってますね。手を外すとこんな感じ。気温は17度ぐらいです。風は温床は海には最大セットはひょっとしたらテイクオフできるかもしれないぐらいの波は割れてますね。明日どうですかね。